エルドー・ペーテルは、ハンガリー出身のカトリック教会の数奇教、司教である。現在、ハンガリーの首都圏にあるエステル・ゴム・ブダペスト大司教の職にある。また、ヨーロッパ司教会議表議会議長である。エルドーは1952年3月25日に、ブダペストで、シャンドルト・マーリア夫妻の6人の子供の第一子として、生まれた。 彼はエステルゴムとブダペストの神学校とローマのラテラの大学で進学と教会法の両方の博士号を取得した。1975年6月18日にエルドーは霊界イイラスロー司教によって司祭に除解され、エステルゴム広塚教区に教区入籍された。エルドーはハンガリー司教会議で1986年には教会法委員会委員長を務め、 1999年には、同会議議長を務めた。1988年に、パージュマニーペーテルカトリック大学で進学の教鞭を取り、1998年から2003年には、レクターの職に就いた。2005年からは彼は、同大学のグレートチャンスラーである。1999年11月5日に、聖ケシュフェールバールの補佐司教に指名され、 2000年1月6日に教皇ヨハネ・パウロ2世によって司教に除解された。2002年12月7日にはエステルゴム・ブダペスト大司教に指名され、ハンガリーの首都大司教の称号を受けた。エルドーは2007年にはハンガリー科学アカデミーの会員となった。2011年にはスペインのナバラ大学からドクター・アンリス・コーに指名された。2003年10月3日、 エルドーはヨハネ・パウロ2世によって数奇教に任命された。2010年にラインハルト・マルクスが数奇教に任命されるまで彼は数奇教団で最年少の数奇教であった。彼はベネディクト16世を選出した2005年のコンクラーベでは有権数奇教であり、2032年に彼が80歳の誕生日を迎えるまでコンクラーベに参加する権利を保持する。 彼は2005年に、任期5年のハンガリー司教会議議長に選出された。また2006年10月には、ヨーロッパ司教会議表議委員長に選ばれた。2009年1月17日には彼は、ベネディクト16世によって、文化のための司教委員のメンバーに任命され、2011年に1月29日には、教皇庁の国務省、第二事務局次官に任命された。 エルドーは2008年の8月3日から9日までエステルゴムで開催された第13回中世教会報告祭会議を講演した。2012年にエルドーはベネディクト16世によって2012年10月のに開催される新しい福音宣教の司教会議の参加聖職者の一人に任命された。彼は2013年のコンクラーベにも 有権数奇教として参加した。エルドーは、アメリカ合衆国のジョージ・ W ・ブッシュに、アメリカ人が、ミンェンティ・オージェフ・数奇教に支援を与えたことに関して、ミンェンティ・数奇教の強制逮捕からの釈放から50年を迎える2006年に書簡を送った。エルドーは、ロマの特殊な社会的・経済的環境について、著実活動をしてきた。また彼らに福音を説くための正しい術について、 考えていることを公にしている。ありがとうございます。